はい、この一番大きい木ですね、今果実木の下を、見ると落ちておりましたのでゲットできました。よかったです。全国の果樹栽培好きの皆さん、こんにちは。はい、どうぞ。未生オリジナルアボカド。イエーイ。9号。9号。はい、今あの沖縄県のまあ地に合う、フードに合うアボカドの品種をまあ選抜、まあ試験、はい、偉そうに言うと試験をしてるんですけれども、はい、今回9番目のアボカドができました。はい。はい、で今しんさんに持ってもらってるんですけれども、測ると 500g ぐらい。結構ね、はい、やっぱハスとかと比べると全然大きいですね。はい、大きいですよね。でこちらまあ未生のオリジナルアボカドなんですけれども、はい、あの3年前ぐらいに接ぎ木をしたんですよ、うんうん、でカビラをついたんですよ、はい、でもホギ間違ってて、はい、多分切った未生をそのままついてるんですよ僕が。やばくない？だってカビラ変色しないじゃないですか、はい、これ変色したんでもう間違ってるんですよ絶対。そうだね、カビラっていう風にラベルを貼ってたんですけれども、であのなんかこう全然花も咲かないし、うんうん、もうだいたい接ぎ木したら翌年から花が咲いて果実収穫できるんですけど、はい、全然花咲かなくて、はい、木ばっかり大きくなって接ぎ木したのに。でようやく今年花が咲いて一花だけ止まりました、はい、でこれ3メートルぐらい上にあったんですよ、はい、でいつ取れるかなと思ってずっと迷ってたんですけれども、ちょうど台風前に落下してて、はい、救出してきました。なので一回ぶつかってます地面にこれ。、はい、でもなんか大丈夫そうじゃないですか。うん、全然すごい美味しそう。はい、でヘタもあの残ってないですよ。なので、うん、もうちゃんとそのヘタから完熟みたいな。そう、完熟、木の上完熟で一花しかなかったから相当美味しいかも。やばい、もうエネルギーが、はい、ここに木のエネルギーが注がれてるかもしれないですね。はい、でちょっと、はい、外観軽くちょっと解説しますけれども、まあちょっとこんな感じですね。はい、あの卵型、綺麗な卵型で、そうですね、なんかね赤いんだよね。はい、それがなんか多分特徴、今までのオリジナルでここまでの色、うん、こんな色なかったよね。なかったですよね、こんなワインレッドカラーというか、はい、綺麗な色ですね。はい、でなんかツルツルしてるけどちょっとクレーターというかくぼみもある感じ、うんうんうん、はい、ガサガサしてる感じもちょっと若干あります。まあでも美味しそうですね。はい、でしんさんもかなりねオリジナル食べてきましたね。もうそれね、いろいろカメラもちょこっと食べてらっしゃるんで、はいはい、ある程度は評価もできるかなと。そうですね、2人でやっていきたいと思います。はい、はい、それでは切っていきましょう。はい、うい、じゃあ切っていきます。はい、入刀真ん中から切ろうかな。よいしょ。あ、柔らかい柔らかい柔らかい。お、お、種も大きそうだね。お、いきます、せーの。パカ、おお、すごい、色がめっさ黄色いね。うん、うわすごい、これは濃厚そうな色してるぞ。種もすごいね、でかいね、でかい、うわすんごジャイアントだ。はい、はあ、じゃあ切りました。こんな感じです。種すごくない？すごい、でかい。これもうオリジナルカビラに近いよサイズ。なんか確かに種がすごい、なんかちょっと売れてる感じする、若干、ね、なんか内側の種、内側の皮ね、すっきれいに取れますね。はい、はい、じゃあちょっと切っていくんですが、これは切っちゃうよ。これは腐らんかな。じゃあ、しんさんこれ、はい、半分はもうしんさん、あ、見て発根してた、ほら根っこが、あ、本当だ、もう種が、うん、種が発根してて根っこがちぎれてましたね。あ、出てる出てる、あ、本当だ、出てるわ。まあすご、完熟くらいになると、うん、あれなんだね、もう大成発芽だね。ちょっとしんさんのところ美味しそう。ちょっとなんか赤いところがね美味しそうなんだよね。こっちこっち、この辺、今こっち切ったわけ、こっち、はい、こっちが美味しそう、こっちの方か、こっち、ちょっとこっち、確かに色が濃い気がする。さらにこっち切りましょうね。僕こんだけでいいや。どうしたの？いや、あのちょっとあの昨日飲みすぎで、はい、ということで、はい、はい、こう見たらバレないからね。はい、で皮ちょっと剥いてく、同じ、そうですね。おお、これも剥きやすいよ、とっても
しんさんいっぱい食べれるんだったら食べてほしい。ほら、スルスル白皮性ちょっと確認します。スルスル、あー、剥きやすいね。スルスル抜ける。剥ける、はい。これはいいですね。じゃあ、いただきます。食べやすそう。はい。はい。はい、いただきます。ケピー、ウイース。ん？濃厚な気がする。うん、あ、美味しい。うん。あ、めっちゃ美味しい。普通にうまいわ。うん。嫌な味全然しない。滑らか。美味しい。うん。なんだろう。あ、美味しいですね。うん。あ、油分もちゃんとあるわ。カビラとかよりは全然。カビラより全然濃厚。うん。あ、美味しい。で、うん。ちょっとサンゴに近いかもしれない、個人的には。あ、近い近い。うん。サンゴ、八号。八かな。いや、八。どっち？でもなんか後味がちょっと甘い気がする、これも、うんうんうん、甘さもありますね、うん、後味にほんのり甘さが来る気がする。いや普通にうまい。うまいです、はい、もっと食べるじゃん。うめ、食べる食べる。あ、これじゃ切って食べれる量を食べてください。もう僕はいいやいや美味しかった。え、普通にうまいわ。うまいうまいうまい。しかもこれ赤くなるからさ、うん、わかりやすいよね。わかりやすい食べ頃 が、うん、で果実も大きいし、翌年ね、結果性ちょっとまた評価してみて。確かに結果性が良かったらね、うん、一番いいんだけど。ね、切れるこれ。OK、うん、もし食べれるんだったらもう半分食べていいっすよ、全部。これ、うん、いいの？全然、え、食べれる本当に。僕も嫌いだから今の大丈夫言って。全然大丈夫僕はアボカドちょっともう苦手なんでもうこれであの終わろうと思うんですけど。いや、シンさんは食べられますよ。なんで、うん、あ、これ美味しいですね、うん、カビラより全然濃厚で油分を感じます、うん、非常に。で、食感は滑らかで柔らかすぎないんですよ。カビラって柔らかすぎ、ちょっと柔らかくない、かなり。これちょっとしっかりなんか食感も残ってる。これはうまいです。これはうまい、うん、で、後味もやっぱりちょっと油分感じますね、うん、喉の奥に。うん、うまい。これこれうまい。うまいです。これ4号と競るかもしれない。ちょっと4が一番だね、今一番。やっぱ4が味はこっちも美味しいんですけど、4はなんか放散性というか、初年度から本当にもう50回ぐらい結実してて、うんうん、で、まあ、ただ4号は色が変わらないですよ、うん、もうちょっとひょうたん型でもう青いんですよ、ずっと。なのでこの赤く変色するっていうのがすごい僕は魅力。確かに、うん、黒じゃなくてしかも赤だからね。うん、綺麗だよね、うん、多分これカバーとかしたらもっと綺麗になると思う。あ、そうですよ ね、袋掛けして、はい。いや、これうまいね。うまいです、これは。うまい、これもうまい。え、なんか今のところ未消でまずってなってるのがあんまりない。6だっけ？ 6 だった。6はそんなに美味しくなかった、ね、うん、あと5がちょっと早取りで、まあなんか台風が来るって言って親父が全量、うん、まあ、収穫したんですよあのオリジナル、はい、5かな、はい、で、あれも多分ちょっと追熟させたら美味しいと思うんで、まあ、ちょっとしんさんにもあのちょっとお渡しさせてもらってるんで、ぜひそれも後ほどね、うん、また評価したいんですけど、まあ、個人的には3が一番美味しかったんだけど。3、うんうん、ね、あの美味しかった、ホクホク系美味しかった、うん、ホクホク系と多分競る気がする、これ個人的には。1位2位を争います今、うんうん、え、でもさ、このレベルで沖縄県でアボカド作れたら絶対アボカドヒットしますよね。する。このレベルの味質をカビラじゃなくて、カビラやっぱ美味しくないよっていう人が結構多いんですよ、ね、なんかさっぱりすぎだから、うん、なんかさっぱり系が好きな人は多分好きだけど、あのね、ハスみたいな、うん、結構濃厚な味が好きな人はちょっと苦手かも、うん、ちょっと苦手かも。で、一方でこれはやっぱりその西インド諸島系なんだけど、やっぱハスに近いような油分を感じる、うん、油分がすごい、やっぱこれもいい感じ、うん、西インド諸島系の中ではかなり濃いんじゃないかな、うん、で、まあ、9月の今 12? 今日 11? 今日12、え、もっと10… 今日1か、いや、もっと15ですよ今日。あ、今日9月の15か9月の15です、はい、9月の中旬までやっぱこうやって引っ張るとかなり美味しい、うん、台風がね、台風がね時期的に当たりやすいのがちょっと難点かな、うん、早取りがちょっと沖縄だと本当はいいかもしれないけど、うん、でも
取れればね、かなりいい感じだと思います、はい、ね。なんか少し卵の黄身っぽい味がする、僕の中では、うん、少しだけ。確かに、うん、後味いい感じです。はい、まあ今オリジナル1から9まであったんですけれども、はい、新さん的にはカビラと、まあ、比較して どうですか。まあ全然味違うなっていうのがまずね、うん、同じ味噌だろう、多分カビラ系でしょあれ、ほとんどカビラの親、あ、子供だと思うんですけど、全然違うね。ね、違いますよね。なんか花粉がやっぱり、まあ、グアテマラ系とか、そう、入り乱れてて、親の花粉がちょっと、オスの花粉がまあ不明なんですけど、まあ、グアテマラ系もあったりメキシコ系もあるので、ちょっとその血が入ってるかもしれないですね。いろんなのが入ってて面白いし、うん、味がいるね、ばらつきが全部あるから。はい、これしんさんいけます、マジでいける、まあ、いけるね。醤油とかもつけないで全然いけますね、うん、なんかごめんなさい、僕は全然食べてないけど、はい、うん、もう毎日食べてるんですよ本当に、アボカドで、しかも嫌いなんですよ食べ過ぎて嫌いになったんでしょ。食べ過ぎて嫌い、そうそう、最初はめっちゃ好きだった。はい、昨年までこう1個ば、ま、贅沢な贅沢な悩みですね。全然嫌い、美味しいですこれね。ではこれだから1位に争うと思う。あ、すよかった、うまいね、うん、しかも果実が1個だけっていうのがまた濃厚さの秘訣かもしれないです、もしかしたら、うん、めっちゃ濃厚、うん、9月にこのレベルの味質だったら結構えぐいっすよね。アボカド、ハスとかは国産出てくるの大体12月以降なんですよ、3ヶ月遅いんですよ。でもね、あ、でも新さんが濃厚っていうんだったら濃厚ですよ、もうこれはちょっと甘さもあるしね、うん、なんなら後味が甘い、うん、はい、 いやめっちゃ絵になってますよ、新さんありがとうございます。新さんがおお半分食べてくれた半分食べてくれた、食べました、おいしい、すごい美味しい、ありがとうございます、新さんバクバク食べてもらって。じゃあということで今回オリジナルナンバーナインのちょっと食レポしましたけれども、はい、いや非常に評価高い、うん、オリジナルの中ではかなりなんかどんどん美味しいのが出てくるって感じがする、うん、なんか4号がもう4号でゴールかなぐらいの感じがちょっとあったんですけど、やっぱりね、それ以上のものがちょっと出てきましたね、うん、で一応今年は11号まで取れそうな感じです。はい、はい、なので11号まで、一応10号はもう収穫していて、形が面白いですよ、なんかひよこみたいなお土産でさひよこサブレみたいな、あ、いいってやつ、あ、いいです、全然あ、こういうやつね、そう岐阜みたいな、あ、そうそうそう岐阜岐阜県ってことあ、そうそうそう、なんかポコって出てて、うん、なんかひよこみたいな形のアボカドが取れたんですよ、はい、これが一応10号、はい、またそれもあと2つちょっと今年は評価して、で、どれを増やしていくのか、接ぎ木を、はい、どれをやっていくのか、ちょっと相談しながら、はい、はい、で、これからね、アボカドの沖縄県のアボカドの、うん、まあ、未来というか、はい、カビラはね、もうしょうがないんで、はい、あんまり美味しくないしね、いや、美味しいしょうがないんで、しょうがなくはない、カビラも美味しいです、皆さん、はい、カビラ以外のやつをちょっと、はい、やっぱ増やしていくっていうのが、カビラも増やすかな、多分ね、カビラも増やしていきましょう、まあ、ということで、今回もね、未消、まあ、オリジナル評価させてもらいましたけど、はい、非常に良かったです、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、まあ、概要欄にこれまでのオリジナル1から8までの食レポちょっとありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい。ということで、ありがとうございます。バイバイ。発酵してましたね。はい。よし。はい。あ、髪がやばいことになってる。いやいや、帽子かぶると。どうなってんだ、これ。寝癖のままだったから。やば。寝癖じゃない、これ。これ寝癖のままです。ウェーブになってるよ。寝癖直してなかったんですよ。起きてから。角みたいになってるとなんか。かぶって。